それでは今回は西野さんの新世界について解説していきたいと思います。これからの時代っていうのはお金の概念が変わってきたりとか、そのこれからね、収入を上げたい方、出世したい方、この仕事で結果出したい方っていうのはぜひこの動画を見て、このお金の話っていうのをしっかりと勉強していただければいいんじゃないかなと思います。それではやっていきたいと思うんですけど、最初に伝えたいのがこの貯金時代だって話です。革命のファンファーレっていう動画もぜひチェックしていただきたいんですけど、まず一歩踏み出す時には必ずお金って絡んできます。例えばお笑い芸人になるだったり、ミュージシャンになるだったり、店を立ち上げるだったり、会社を辞めて独立するだったりとか、じゃあ何かスキルを学ぶため、転職活動をうまくいくために何か勉強するだったり、必ずお金っていうものが必要になってきます。で、お金の問題をクリアできなくなってしまった瞬間に活動っていうのは強制的に終わらされてしまいます。要はお金の不安が大きかったらなかなか足を動かせないし、なのでお金をしっかりと学ぶことっていうのは僕はすごい大事なんじゃないかなと思います。ただしこのお金っていうものに大きな変化が起こっていると、お金の流れ方とか生み方っていうのがこの数年で大きく変わってきています。で、お金の常識も大きく変わってきてます。絵本「煙突町のプペル」の制作費っていうのはクラウドファンディングによって作ったと。今まではお金がないから一人で作るしかないとされていた絵本をプロフェッショナルと分業制で制作したと。要はこのクラウドファンディングっていうのも言っちゃえばこの信用でお金を集めるって話じゃないですか。昔だったらありえなかったような考え方っていうのがお金によって出てくると。要はお金っていうのは信用であって、クラウドファンディングっていうのは信用を換金する装置だと西野さんは言ってます。お金を持っていないけどお金に困っていない人が今います。ホームレス小谷っていう方がいるんですけど、この5年で25キロ太って、毎日好きなものを食べて、毎日好きな場所に行ってます。ハワイとか台湾、ネパール、スリランカとかタイ、パリ、ニューヨークと転々としてます。イメージするホームレスとは全く違います。今までの常識ではお金に困るタイミングっていうのはお金がなくなったタイミングだったんですよ。だからお金に困らないように皆さん貯金をしていたと。で、お金がなぜかっていうと、お金がなくなったらお金に困るからです。でもホームレス小谷さんはお金持ちではなくて信用持ちだったんですよ。1日50円で何でもやりますっていうビジネスを始めました。そうした結果、購入者は価格設定と働きぶりに申し訳なくなって感謝の言葉を述べたりとか、食事をおごったりしたんですよ。例えば家の掃除しに来てくれと、トイレ掃除と風呂掃除と、じゃあ買い物行ってきて、1日50円なんですよ。皆さん50円払って、じゃあまた明日もよろしくねって言えますか？多分言えないと思うんですよ。本当ありがとうって感謝したりとか、ご飯ぐらい食べてきなよとか、あとなんか頼まれたら、そんなことされてたら、いやなんかしてあげようって多分なるんですよね。これっていうのがまさに貯金時代だと。クラウドファンディングを始めた時、彼を支援したのは1日50円でホームレス小谷を買ったことがある人たちだったんですよ。貯金時代っていうのは、要はお金ではなくて信用を貯めた人間があらゆるメリットを受け取れる時代だと。これはビジネスマン全員に当てはまるんじゃないかなと。出世してる、お金持ってる人が会社で信頼されるんではなくて、本当にこの人のためにやりたいなとか信用している人間っていうのが今の社会で仕事で結果を出す一つの時代になってきてるんじゃないかなと。要はお金を稼ぐんじゃなくて信用を稼ぐ時代になってきてると。貨幣経済は崩壊していって、今は信用経済なんだと。お金持ちだけのものであった信用経済に今一般人も参加できるようになったのがクラウドファンディングです。今まではお金持ってる人にお金が集まってたと。今はそんなことないと。一つの具体例として、2016年 SMAP のファンがクラウドファンディングで資金を募りました。新聞の一面を買い取って、私たちはこれからも SMAP を応援し続けますっていうメッセージを届けたんですよ。その時集まった金額っていうのは3992万5936円だったそうです。発起人の人っていうのは知名度も全くない2人の会社員と1人の主婦が、SMAP がこれまで積み上げた信用と SMAP のファンなら託したお金は絶対に素敵な形で還元してくれるという SMAP のファン同士の信用が、このほぼ4000万っていうお金を作りました。現代個人の信用が換金できるようになってるんですよ。だからこれから起業した人でも社会のためにみんなのためにいろんなところで僕は動画で語ってる自分がどんどん勉強して自己成長して社会貢献できる人っていうのは信用されるし、信用を換金する流れっていうのはもう止められないと。ツイッターで投稿を繰り返してフォロワーの信用を稼いでしまえばお金を作ることができるようになったと。働くの定義っていうのがお金を稼ぐから信用を稼ぐに変わってくるんだと。実際自分はこうやって毎日1本 YouTube の動画を月にね5万円分本買ってプロの動画編集の方にやっていただいて月に数百万円ってお金を使って実際このお金を稼ぐためにやってないと。こういう世の中のためにやることをすればいずれいい時代に来るんだと。これは目先の利益とかではなくて本当に信用を稼ぐと。自分に信頼してくれる応援してくれる人をたくさん増やすってことがすごいこの時代においてはすごい大事になってきてくれるんじゃないかなっていうのは僕も今までね本っていうものをお金いただいて印税もらってた側から実際自分が買って本を買えない人とかそのために読んでもらいたい分かってもらいたい勉強してもらいたいってこういう自己成長と社会貢献の流れ、お金じゃなくて信用なんだと気持ちなんだと感情なんだっていうところがよりフォーカスされる時代になってくるんじゃないかなっていうふうに実際感じてます。で西野さんっていうのは実際オンラインサロンっていうのをしてるんですけど、オンラインサロンっていうことをこの本では抱えててもオンラインサロンって何なのかっていうと街だと。同じ趣味とか志を持った人間同士で集まってそのコミュニティの中で仕事とかお金を回して集めた税金もその中で使うっていう街なんだと。オンラインサロン、西野さんのオンラインサロンというのは国内最大でメンバーは12,000人2018年現在でいるそうです。で名張市の人口よりも多いと。いい仕事をするメンバーっていうのは会社に所属している人じゃないんだと。どこの会社にも所属してないフリーランスの人は自己成長もするし会社のためじゃなくて自分のためにやってるから面白いやつがいるんだってことは抱えてます。会社に所属してしまうと面白くないことに参加しなくてはならず信用を落としてしまうと彼らは語ってます。固定給と引き換えに信用を落として自分でお金を作れない体になることが初心時代では最も危険なことだということを彼らは知っていると。これに関しては僕はちょっと反論したいんですけど、会社員だったとしても自分のために信用を得るために働いている素晴らしい方っていうのはたくさんいるんで必ずしもこの会社員が全員ダメっていうのは僕はちょっと違うんじゃないかなと。会社員してても自分の将来のためとか自分のためとかクライアントのため従業員のため家族のためと思って一生懸命働いている人はいるんでそういうのは違うとは思うんですけど、確かにフリーランスの人っていうのは確かに自分のためお客様のためってやっていかなきゃいけないんで会社員であっても言われた仕事しかこなさないんじゃなくて自分でこういうこと面白いからやってみたいんだよとかこういうことやらせてくださいっていう主張をするっていうことは僕はすごいこの時代においては自分の信用を稼ぐためにもすごい重要なんじゃないかなと思います。また今昨今その西野さんはこの本では女性と男性の違いについて語ってます。男性っていうのは結論に重きを置いて女性はプロセスに重きを置くと。女性はたどり着くことではなくて走り続けることが目的なんだと。女性限定のコミュニティっていうのは具体的な成果物を出すのには向いてないと。しかし結果を急ぎすぎる男性に対してはもう少し考えようっていうブレーキを踏んでくれる女性の声は必要だと。要は何を伝えたいかっていうと組織っていうのは男性と女性両方必要なんだと。男性脳を引っ張るとか突き進むっていうリーダー気質だったり女性脳の立ち止まるとか共感とか協力とか共有とか両方大事なんだっていうことが抱えているんで、これから仕事する上でね結果出したい方っていうのはしっかりと男女関係同性と異性とうまくやるってことは非常に重要なんじゃないかなと思います。またね今っていうのは店検索から人検索に変わってきてるんじゃないかなと。要は昔だったら飲食店行ってね例えばね鹿児島産の黒豚って言われたらねおーって思ったんですけど今はね佐藤さんが育てた黒豚って言われた方が響くようになってると。要は今は店とか物よりも誰が言うか何言うかよりも誰が言うかだったり誰々のどこどこの店よりも誰々が作ったご飯みたいなこういった人ベースになってきてるんでよりこの会社でもこの商品が売れてるとかいう商品に依存するんじゃなくて誰々が作ったとか誰々が営業してるとか制作してる企画してるっていうこの人検索になってきてるんじゃないかなと。例えば駅から徒歩1分のよくわからない人が働いている美味しい店よりも駅から徒歩5分の知り合いが働いてる店の方が精神的な距離も近いしそういう自分がが信用している知り合いの店の方が今っていうのは信用を得ているんじゃないかなと。これがまさに新世界じゃないかなと。美味しい店とかものではなくて、これまで以上に信用が価値を持ってコミュニティが加速して人軸で描いた自分だけの地図が現れてきてると。要は誰がっていうところにフォーカスしてるんで、会社の中でも結果出したい場合、佐藤が言ってるんだったらとか村田が言うんだったらとか、そういうできるだけ人ベースにするっていうことが非常に大事なんじゃないかなと。この本読んで分かったのが、今企業のメッセージじゃなく企業で働いている個人のメッセージ力、情報発信力っていうのがより価値を増していると。要は企業のメッセージ、言葉じゃなくて社員の声だったりとかお客様の声っていう、この生の声なので、僕はこの本を見て思ったのが、僕みたいにね、そう起業家じゃなくて経営者じゃなくても、こういった情報発信をしっかりしていく。要はこういう動画を見て学んだことを社員に伝えるとか同僚に伝えるとかお客様に伝えるとかブログを書いてみるとか、しっかりこの学んだことをシェアしていって自分の言葉をどんどん作っていくスキルっていうのは、今後会社員であれフリーランスであれ経営者であれ学生であれ、すごく重要なことなんじゃないかなと思いました。実際ね、この動画を見ていただいてこういったなんかね学びがある方はぜひどんどん発信すると。これは YouTube のコメントでもいいしノート書くでもいいし、実際やっぱ聞いたことをしっかりと自分の頭の中に入れて一回書くとか話すっていうので、吐き出すことによってやっぱ記憶も定着するし、自分の意見とか生の声っていうのが出てくると思うんで、ぜひ学んだことをね、めちゃめちゃの文章でも誰も見てないんで、自分のことを見ている人なんか自分しかいないと思うぐらいの気持ちで全力で話すとか書くっていうスキルアップをするのがいいんじゃないかなと思います。この動画見ていただいてね、感想とか気づきとか質問があればぜひコメント欄にねたくさん書いていただければと思います。またチャンネル登録とか評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。